じゃあ続いて、なんちゅう名前や、ブスカップルさん、はい、京都産業大公募に向けての最後の対策を教えてくださいというふうなご質問ですね、はい。まず2パターンあって、まず1パターン目が合格点が取れている場合、つまり今の段階でまあここは区予算は取れるだろうっていう風な状況なのであれば、今持ってる英単語とか英文法とかの知識が抜けないようにインプットの守りの勉強をしっかりすることと、絶対に油断しないように過去問をやって、合格点がどれだけ取れていても取れてなかった時のことを思い出したりとか、勉強がうまくいってない体でしっかり分析をしてやること。まあこれは簡単なんですよ。合格点が取れてたら気持ち的にもね楽だから。ただ、2パターン目、合格点が取れていない中で最後の対策何するか、うん、で厳しいことを言います。最後の対策何したらいいか分かってない状況やから合格点に乗ってないんですよ。厳しいことを言いました。今ドストレートにぶつけさせてもらいました。ほんまに改心というか気持ち入れ替えて、そういう子には頑張ってほしいから。そもそも最後の対策何するかっていうのって、なんかみんな最後やから何するかっていう意識向いてるかもしれへんけど、自分がやれることって過去問やって分析をした結果、自分の弱点が例えば英文法で空欄補充で聞かれた英文法の普通の問題がなかなか解けないってなってるんやったら、文法のインプットやったりランダム問題の演習量を増やすっていう、まあ解決策になるやんか。これしかやることないんですよ、受験生が。過去問をやった後にやることなんて、最後の一押しなんて別にやることないね。最後の一押しやらんでも単語なんて覚えとかなあかんし、文法の基礎思考だって固まっとかなあかんし、熟語も覚えとかなあかんし、英文解釈を意識しながら精読することもせなあかんねん。だ最後やから特別なことをするという、まず考え方はやめてほしい。それはさっきも言ったみたいに、合格点が取れている人もそうやし、取れてない人やったら余計そう。じゃあ取れてない理由は今何なんやろ。それが、長文の速読力なのか、それとも段落の内容を把握する力がないのか、内容値の選択肢を切るのが下手くそなのか、何が問題なのかっていうのを、今まで自分がやった直近の過去問を2回分ぐらいもう一回見直してみ、そしたら自分の弱点って分かるんですよ。でその弱点を補うための勉強が最後の一押しでやるべきことというか、普段からやるべきこと。だから最後やからこれをしましょうはないです。当たり前に英単語は復習しましょう。毎日ちゃんと1週間に2000語レベルなら1日1000語を復習して、1週間に最低3週はするようなペースで復習しましょう。で文法も日々ランダム問題とか過去問やって出てきた単元で1問でも時制のも何か現在完了の問題間違いだったら時制全部復習しましょう。こうやって僕らが今まで YouTube とかでも情報発信してきた勉強法とかも参考にしてもらいながら、正しい勉強法で普段からやってれば、最後に何をしようかっていう考え方には多分ならないんで、これめちゃくちゃ大事なこと言ってますよ今。だからそれをまず心に留めて、しっかり分析をして弱点をあぶり出し、それに対する対策をするところから。でもしそれが今マジで何したらいいかわからんのやったら、オンラインコースの受験相談の申し込みが、受験学年がもう10月末10月31日かなでもう締め切ります。なんで今、自分が勉強どうしたらいいかわからへんとか、うわなんかこうこっから何勉強していったらいいかわからへんとかっていう人は、もうほんま最後なんで、チャンス逃さずに、無料受験相談、無料なんでね、受験相談だけでもいいから申し込むようにお願いします。はい、無料受験相談で解決できる3つのこと。何をしたらいいかわからない。君にぴったりの参考書を提案。効率的な勉強法がわからない。正しい勉強法を伝授。このままで受かるか不安。一緒に分析をして問題点を明確に。無料受験相談の申し込みは概要欄からどうぞ。